7、2点先制され1かけるもなんやかんや逆転勝利。シティ2レイからの逆転 YV。 シティが逆転マシーンになってたデブライネいないのに、これで首位突破確定か。ライプチヒ強かった。前半あんだけゴミみたいなサッカーしてたのに、後半ドクトアルバレス入ってルイスを2セース3で3241に変えたら3点取って勝ち切ってしまうの本当にすごいわ。シティさすがやな。結局いつもの。こいつらほんまおもんない。毎回これすぎる。途中で期待すんのやめるわ。強いヒールやなって、そう思えねえわ。